石原莞爾は不思議な魅力の軍人である。昭和軍人の中でスターを一人だけ挙げるとすれば誰かという問いに、石原莞爾の名を即座に挙げる者は今でも少なくない。いささか異彩の軍人である。昭和陸軍史に鮮やかに名を刻み、60年の生涯を多彩に駆け抜けていった奇才軍人であることは間違いないが、一味違う。戦場に花と散るような武士道美学の伝統的日本軍人ではない。かといって立身出世型の官僚軍人タイプとも程遠い。軍人にしては珍しいほど多くの著作を残している。没後いくつかの伝記もあり、彼の戦争論、軍事論、国策論などに対する分析や批評も数多く散見する。その人物評は真正面から二分する。奇略縦横の天才的軍略家、日蓮宗を信ずる思想家、独特の国家観を持ち、最終世界戦争の切迫を予見し非武装中立論を説いた独創的予言者等々。だがその一方で石原莞爾に対する不評悪評もしきりである。敗戦後の反動で過大評価されすぎだという者までいる。強固な主張をしばしば表現させた変わり身の早いオポチュニストである。唯我独尊のファシストである。関東軍参謀の少佐に過ぎない立場でありながら、満州事変を引き起こし戦線を拡大していった張本人であり、満州帝国建設の原動力となり立役者となった。満州事変以後を15年戦争と呼ぶ侵略戦争だとすれば、石原莞爾こそ元凶である。人物評の二分は石原莞爾の性格を構築する極端な二面性でもある。その生活態度についても常に軍務に精励し、公私の生活を厳しく峻別して金銭には清潔、私食を遠ざけ模範的軍人であるという見方の反面、ズボラで行儀が悪く常に人を人と思わない傲慢無礼な男という声もある。石原莞爾の魅力は実はその矛盾だらけの二面性にあるのかもしれない。軍人としての魅力というよりも人間的魅力とでも言うのかもしれない。彼の破天荒とも言うべき傲慢さは半端ではない。時の内閣総理大臣であろうと、陸軍大臣であろうと、直属上官であろうと、お前はバカだと言わんばかりの露骨さが随所に出てくる。陸軍中将東条英機に面と向かって東条上等兵と呼んだという類の伝説的逸話が数々あるほどである。満州事変によって関東軍参謀石原莞爾は一躍英雄的存在となった。一陸軍中佐でありながら、いわば自らシナリオを書き、自ら主演者となって軍部を揺り動かし、国家を揺り動かして一つの時代を作った英雄ということになる。だがこのまま満州に留め置くことは個性的すぎて難があると中央の参謀本部や陸軍省は頭を悩ませた。そこで石原はスイスのジュネーブで行われる国際連盟総会への派遣が内定した。だがこの人事に石原自身は不満だった。軍当局が満州問題から自分を切り離そうとしている意図が見えすいている。満州事変から満州国建国という生きた歴史過程の体験を通じて、まだやらねばならない、もっとやりたい幾多の問題と構想が満州には残っている。満州にとどまってそれらを仕上げたいというのが彼の本音だったはずである。歴史的に満州事変、満州国建国という一連の動きには批判されるべき余地は多い。しかし満州事変を実行し満州国を建国した石原は、満州国を人類の理想郷にと考えていた。五族教は王道楽土などという言葉は確かに石原の理念を反映していたのである。石原莞爾の右腕だった高木清久はこのように、石原は確かに満州事変を起こした、しかし石原は満州国を日本人の傀儡にしろなどとは一言も言っていない。言っていないどころか、あとは関東軍が手を引き、満州国の運営は全て中国人に任せるべきで、関東軍は防御の軍隊に徹すると主張していた。そして満州国は日本と対等の関係を持つべきであると考えていた。と高木は、満州事変は決して褒められたことではないが、石原の意図した国づくりとはあのようなものではなかったという。1937年7月7日、北京郊外の盧溝橋付近で日中両軍の衝突が始まった。政府は直ちに閣議を開き、戦線不拡大の方針を決定したが、陸軍部内にこの際日満問題の行き詰まりを武力行使で一気に解決すべきだという戦線拡大の強硬論が猛然と湧き上がった。石原は激怒した。希望の光がやっと見えてきた矢先である。不拡大は当然のことである。翌日から石原は部長室に寝台を持ち込んで寝泊まり続け、戦線拡大の反対を断固主張していった。だが拡大を最も強硬に主張するのはこともあろうに石原の足元の幕僚たちであった。石原の腹心であるべき作戦課長の武藤明大佐を先頭に、陸軍省の田中新一大佐を中心とする中堅幹部らとも連携して、彼らの主張が大勢を占める勢いになっている。彼らは石原の説得に納得しない。石原を支持するのは作戦指導課長の川辺虎四郎大佐くらいで、拡大主張論の方が上にも横にも下にも圧倒的多数である。石原の絶対的権力がその足元から崩れ始めた。真っ向から立ち向かってくるのは武藤作戦課長であった。大激論となった。拳の風格を持つ武藤は永田鉄山直系の軍政派軍人として育った論客である。かねてから
華北を武力によって占領して満州国との間の緩衝地帯とするべきだと主張していた。一歩も譲らない石原は机を叩きつける。武力行使を拡大すれば欧米列強が黙ってはいない。アメリカを中心として小政権を支援するとなると戦火は長期化する。ソ連の攻撃もあり得る。それに応ずるための東亜連盟構想はまだ確保されていない。それなしに戦い抜くだけの国力は日本にまだない。だが武藤はあなたの抗議はもう聞き飽きたとせせら笑う。こういう事態になったのも元はといえばあなたが満州事変を引き起こしたからに他ならない。石原閣下が満州事変当時にされた行動を見習っている。と反論し同席の若手参謀らも交渉。石原は絶句した。石原にとって不運だったのは宇垣組閣流産の後その責任を問うという形で石原に理解のある中央部の上官たちや同列の課長たちが去ってしまっていることであった。石原は完全に孤立してしまった。翌日閣議は陸軍派兵案を決定し政府声明として発表した。日中両軍の衝突は激しさを増すばかりであった。8月中旬には戦火は上海方面にまで拡大し北支事変は支那事変と解消され中国全土にわたる泥沼の戦争に突入していく。石原は不拡大の信念を貫き通そうとして日夜を問わず必死の努力を続けるがもはや負け犬の遠吠えの感があった。心身どもに憔悴しきった石原の顔は艶を全く失ってしまい髪はわずかな月日の間に一気に白くなってしまった。そしてついに参謀本部を追われる日が来た。9月27日関東軍参謀副長への左遷が石原に下った。関東軍司令部に赴任した石原は自ら描いた建国の理想とはおよそほど遠い日本満州国の現実の姿を目の当たりにして強い失望と激しい憤りを覚えた。加えて支那事変は止まることを知らず拡大していく。良心ということもあって彼は苛立った。満州を中国から切り離し領土化し資源を手に入れることこそが国土が狭く資源に乏しいのに人口が多い日本にとって最善の道であった。中国本土と果てしない大戦争に入るという愚を犯すつもりは毛頭なかった。日本が頂上戦にとどまっていれば満州事変の意義が大幅に変わってくるようなものである。何もかも気に入らない。翌年8月関東軍司令官の満州国内面指導権撤回についてという意見書を提出したが受け入れられないとなると石原は辞職願いを叩きつけてさっさと満州を去って帰国してしまった。もはや陸軍部内での発言力を全く失い赤日の面影はなかった。だが中国への熱い思いは熱く燃え続けた。帰国後最終戦論と東亜連盟の旗印のもとに東亜連盟協会を結成させ石原は軍人でありながら一方で波動主義を批判し真に民族共和の伴った東亜連盟を訴えていた。しかしこうした発言や行動は陸軍次官陸軍大臣と昇進していく東条の怒りを買い結局1941年3月に石原は予備役に追い込まれた。かくて30年間に及んだ軍人生活を終えた。その年12月東亜連盟を建設した上でアメリカと戦うという彼の夢は無残にも破れ無謀ともいえる戦争が開始されてしまった。敗戦となり東京裁判の連合国予審検事の尋問を受けた石原が検事たちを手玉に取った逸話がまたしても石原伝説となった。しかしなぜか石原は起訴されなかった。証人として出廷しただけである。日本の侵略戦争と断定してそれを満州事変まで遡らせたのは中国側の強い要望であったとされるが石原自身が認めている通り事件の立役者は石原のはずである。その理由についていくつかの説はある。石原の持病が悪化していた。その名が国際的に著名でなかった。石原の思想という弁によってこの戦争の全貌が暴露され日本侵略戦争の断定が揺らぐことを恐れた等々である。しかし少なくとも中国側は石原の名と満州事変の役割については熟知していたはずである。その中国側の被告リストにも石原の名はなかったというか真相は謎としか言いようがない。石原幹事独特のその二面性は外国人には特に理解しにくかったであろうが彼の一面に強くあった究極の世界平和を希求する信念と日中共同の思想を理解する者もいて戦犯から除外されたのではないだろうか。その後も石原は自己の執念である最終戦論や東亜連盟構想を捨て去りはしなかった。新時代に対応するために世界最終戦に勝利する条件を生き残るという条件に転換させて日本の新しい進路を提唱した。だが病魔には勝てない。膀胱のパピロームが癌化してその悪液質によって衰弱状態が進んだ。それでも宗教と科学の口述筆記を続けていたが1949年春頃からは寝床から起き上がることさえできなくなった。膀胱と尿道の激痛で不眠が続き半睡半醒の状態を繰り返した。がん治療のありとあらゆる方法を取ったが敗戦の日のちょうど4年目にあたる1949年8月15日山形県悪見郡西山の開拓農場に没した。享年60歳であった。歴史の模試を言えばきりがないが石原幹事がもし軍人でなかったならばもし関東軍参謀でなかったならばそしてもし彼が健康に恵まれていたならばその生涯も日本という国家の運命もいささか違っていたであろう。